はい、皆さんこんにちは、倉原清です。今日はですね、一緒にトークゲストとして中村伝説工業様のオフィスにですね、お伺いしております。そして中村社長にも、同席していただいております。よろしくお願いします。はい、今日はですね、中村伝説工業様の YouTube チャンネルを、弊社倉原スタジオがコンサルティングでサポートをしているんですけれども、中村伝説工業様の YouTube 担当のですね、方々とも一緒にですね、今日は YouTube について、語っていきたいと思います。では、YouTube の皆さんお願いします。はい、こんにちは。中村伝説工業株式会社の YouTube 担当しております斉藤です。宇田川です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、どうぞどうぞ。はい、中村伝説工業様とですね、 YouTube を始めてもう1年半近く経つかなと思うんですけど、最初2016年10月の時にチャンネルをまずは立ち上げられたんですね。YouTube っていうのがあるんだと思った時に、なんかとりあえず作ったような気がしますけどね。はい、でそれで動画を2017年5月にアップして、登録者10名のみ4年間残っているという状態なんですね。でそこから2020年6月に弊社の方でコンサルティングを始めさせていただきまして、最初はですね、斉藤さん、YouTube 担当1名でのスタートっていう、どうでしたか、その当時を始めたの。まあ、社長に言われたと思います。社長、大体何か新しい会社の取り組みを始めるときは一番にお声掛けしていただくんですけど、まあ、嬉しくもありちょっとプレッシャーでもありっていうのが、まあ、正直なところなんですけれども、まあ、今回も YouTube じゃあやってみようっていうことで、もう本当に見る専門だったので、本当に撮影とか編集っていうのは全くしたことがなかったので、もう不安しかなくて、でもまあとりあえずやってみようっていうのが当社の方針でもあるので、まずはやってみようっていうので今回も、はい、取り組み始めました。で、始め出してから大体最初の頃ってどれぐらいのペースで動画を送られました？そうですね、本当最初はいろんな社員の方に声掛けして、社員紹介動画からまず撮影していこうっていうので、4、5人とか声掛けしてとりあえず一気に撮影してっていうので、本当に週に1本ぐらいのペースで最初はどんどん上げていたと思います。そうですね。で撮影編集も全部斉藤さんが一人でやっていらっしゃった。はい、やってました。でここから、取り組みを週1本ペースで、動画投稿していってですね、2020年12月、まあ、約半年経った頃にチャンネル登録者数が55名に増えたというところですね。でそこから、2021年12月、ちょうど1年ですね、先月の段階で、235名になってますね。一気に増えましたね、1年間内で。すごいですね。これ何かこう動画を、まあ、1年間この始めてみて、 YouTube チャンネルやる前と始めてから何か変化とか感じました？そうですね、やっぱり YouTube 活動っていうのは社員の皆さんの協力があってこそ活動だと思っていて、まあ、私の通常 の, ルーティン業務ですと結構一人で完結する仕事が多いんですけれども、まあ、こういう YouTube 活動ってなると、まあ、他部署の、まあ、工事部の方だったり営業部の方、まあ、社長とか、はい、いろんな方に協力していただいて、まあ、一緒に、まあ、撮影したり、ね、コミュニケーションを取りながらっていうのでやっているので、まあ、楽しいっていうのもありますし、あとはやっぱりコミュニケーションを円滑にするツールでもあるなっていうのは本当実感していて、社長を常日頃、ね、一人で仕事をしている人はいないんですよっていうのを、まあ、社員に教育しているんですけれども、まあ、本当にそれを、まあ、実感したっていうところで、やっぱりいろんな、まあ、その YouTube 活動に限らずですけど、まあ、いろんな、まあ、一つの工事を完成させるでも、まあ、業務サポートがいて、で営業部がいて工事部がいてっていうので初めて一つの工事が収められるっていうのと、まあ、ちょっと、まあ、内容はちょっと違うかもしれないけど、まあ、感覚としてはまあちょっと同じような、そういったまあ意味でも勉強になるなっていうふうには思ってます。宇田川さんも途中から YouTube に入られたといいますか、はい、
担当2人で活動されてるのを聞きましたね。はい、はい、どうですか、斉藤さん最初1人でスタートして途中からこう専任といいますか選ばれた時に、はい、入社前から、私入社してまだ1年目なんですけど、入社前からやっていることは見ていたので、入ったらYouTube の編集とかもやってみたいなと思っていたので、 はい、できるようになって嬉しいです。あ、そうなんですね入社前からじゃあチャンネルを見てたんですね。はい、説明会で知って、はい、そこから見てました。あ、そうなんですね。じゃあちょっとその入社前の学生目線のちょっとお話で聞くと、はい、その YouTube チャンネルで事前に中村伝説工業という会社のまあいろいろ雰囲気とかを見てらっしゃったんですよね。はい、なんかやっぱそこで得られるものってありましたか？はい、そこでなんか仕事の、実際の仕事の紹介をしている動画が何本もあったので、うん、そこで見てどんな仕事をしているのかとか、あと社員紹介でどんな人がいるのかっていうのを見て、自分もその雰囲気を知って入りたいなと思いました。あ、じゃあ斉藤さんのこと知ってたんですか？はい、説明会で、あ、いるあ、そうなんですね。ちょうど、2021年12月の段階で235名だったんですけど、この1ヶ月後にですね257名一気に増えましたね。これ何かきっかけがあって自然に増えた最近ですと、地元 の、 個人でやってらっしゃる飲食店、はい、はい、の応援企画をやっていて、はい、社員行きつけのお店とかを紹介し始めたので、さて市とかで調べた方とか、やっぱそういう美味しいグルメな調べてヒットして、うん、で見つけてくださった方ももしかしたらいらっしゃるのかなと思って。あ、そうですね、うん、もうYouTube でも地域密着な感じで情報発信していけるといいですね。はい、どうですか、この YouTube をやってみて今まで大変だったなとか、ちょっとこういうことで学べたとか何かありますか？最初はまず YouTube とはじゃないですけど、うん、YouTube チャンネルどうやって運用するんだろうっていうところからまず勉強して、あとまあ編集のまあソフトとかも毎月1回倉原さんに指導していただいて、まあ、少しずつそこで修正していって、でいただいたアドバイスをまあ1つずつしっかり、はい、やっていってっていうので、まあ知識がついてたかなって言って、あと大変だなと思うところはやっぱり恥ずかしがり屋の社員も結構いるので、一緒に出ませんかって言ってもちょっとなっていうので、いいよ俺はっていう感じで結構断られちゃうこともあるので、やっぱそこはちょっと難しいかなっていうところで、結構ベテラン社員の方はちょっと、ね、恥ずかしがり屋の方ベテランの方ほどシャイな感じですね。はい、なんですけど、まあ、最近新卒採用で毎年、まあ、5人とか6人、うん、はい、でまあ、2、3に関しては8名を目標に活動しているんですけれども、まあ、どんどん若い人が入ることによって、まあ、YouTube すごい身近っていうのもありますし、うん、まあ、そういう採用活動をしている中で、まあ、こういうのが大事なんですよっていう、まあ、内定時代から教育をしているので、まあ、入社してからもすぐに協力してくれる社員がとても増えているので、まあ、どんどんこれからは、はい、新入社員も一緒に、ね、はい、取り組んで、はい、YouTube のメンバーを増やしていってどんどん、はい、活動していきたいなっていうふうに思ってます。いいですね、非常に立派ですね。中村社長どうですか？いや、楽しいですよね。そうですね、本当に自分が想像したのとは全然違う方向にというか、一番最初って倉原さんのウェブで の、はい、セミナーを見て、はい、でその時にいや、こんな宣伝のされ方したらもううち負けちゃうよなと思って、はい、でやろうと思ったのが最初だったんで、あ、はいはい、実際にはそこのところに力入れるよりまず人を採用しなきゃってなっていったら、もう2人が取り組んでってくれたことが結果につながってるので、だから最初考えたのとちょっと違うんですけど、はい、やっぱこういうふうに前向きに取り組んでくれると、うん、すごく成果が下がるんだなっていうのをやっぱり感じましたね。そうですね、非常にやっぱり若者が見るようなプラットフォームだったりするので、うん、採用には非常に相性がいいのかなと思いますね。そうですよね、はい、そしたらじゃあこれからのですね、中村伝説工業様、そしてまあ YouTube チームですかね、今後の展望もちょっとお聞きしたいんですけど、どうですか YouTube チャンネル、今後のまあ目標といいますか。
チャンネルこういう風にしていきたいみたいな、ありますか？そうですね、今は、学生さん向けの動画が多いんですけれども、はい、まあ課題というか、まあ、目指すところとしては、うん、やっぱり当社の事業内容ですとか、あと商材を紹介する動画がちょっと今少ないので、お客様向けの、そうですね、うん、まあ、今でいうと、まあ、省エネ関係の蓄電池だったり、うん、はい、そういう取り組みの動画をどんどん増やしていきたいというのが一つあります。で、何でも当社の場合は社長が全部自分で何でもできちゃうので、そういう省エネ関係 の, お客様へのプレゼントとか、まあ、対応とかも全部一人でやっちゃうので、なんで、まあ、社長に今仕事がついてる状態なので、それをやっぱり今剥がして、まあ、社長以外の社員が、まあ、そういう社長と同じような対応をお客様にして、でさらに、まあ、その動画を利用して、まあ、お客様にいろいろご紹介するっていうので、まあ、そういう仕組み化ができれば、まあ、どんどん YouTube に限らず、まあ、会社のそういう、まあ、社員教育だったり、そういうところまでつなげていけたらいいなっていうふうには思っています。頼もしいですね。社長はですね、ついついトップセールスやっちゃうんですよ。最前線で営業しちゃいますよ ね, そうですね。けれどやっぱり社長の体って一つなので、どうしてもやっぱり一人だと限界があるので、まあ、やっぱりこう社員の方とか、やっぱりこういう YouTube の動画を使って効率化とか、なんかそういうところができるとね、社長の負担もだいぶ軽減されていくと思うので、非常にそれはありがたいかなと思いますね。じゃあ楽しいですね、これからまたますます、まあ、採用だけじゃなくて会社の事業の紹介もね、YouTube チャンネルでしていければなと思います。はい、ではですね、中村電設工業様の YouTube チャンネルのリンクはですね、概要欄にも掲載しておりますので、ぜひ皆さんチャンネル登録よろしくお願いします。よろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。じゃあね、ありがとうございました。